ようやくダイヤ。スクショ。おはようございます、カイチです。レジェンドオブルーンテラやっていこうと思います。ずっとプラチナのイオンの底辺をずっと言っていたんですが、ついにこの1の60ポイントなんで、あと2回勝てばダイヤに行くというところまで上り詰めたんで、ここからやっていこうかなと思います。使ってるデッキはもうこれですね。イエティデッキ、前も動画で紹介したかなと思うんですけど、あれをもじってですね、使い続けております。まあ大きな変更点は凍らせるようにしました。あとはフラッシュフリーズ入れたりとかしています。んで、変わったところでいくと1枚だけジョーカー入れてます。フォロワーしか沈黙させられないんですけど、結構フォロワーで厄介なやつっていっぱいいるんですよね。なんで必要だなと思って入れています。で、この子予見者なんですけど、もともとはこれ入れてたかな、ドローカードの方を優先させてたんですけど、ちょっとね、腐りやすいといえば腐りやすいかなと思ったんで、それだったら自分のデッキって結構バフらせることが念頭にあるんで、予見者の方がいいかなと思って入れています。まあまあいいんじゃないかなとは思ってます。で、イエティがね、本当に序盤で手札にあれば活躍はするんですけど、やっぱり中盤以降で引くと7マナ55はすごい遅いんですよね。だから3枚刺すとちょっと難しいかなと思ったんで、1枚をハウリングアビスにしてます。まあ、どうしてもラウンド6以降手札はね、どんなデッキでも枯渇してくると思うんですけど、まあ、本当に困った時はこれを置いて、まあ、ユニットには困らなくなるかなというところですね。はい。で、まあ、あと決め手になる戦場の方向は、外したりしてみたんですけど、フィールザラッシュとか入れてたんですけど、フィールザラッシュは本当に使えるターンが遅すぎるんで、結構却下かなと思って、まあ、大体ね、やっぱり、7ラウンド前後で決めたいデッキではあるんで、これが決め手になる確率を結構高めてくれてるかなと思います。では、参りましょうか。若干苦手かな。どっちかっていうと苦手めなデッキですね。回復していくデッキは。どうしてもやっぱ3、ラウンド3以降の動きを重視しちゃうんで、罠師はあった方がいいかな。ちなみにこれを凍らせて、果たし合いがかなり好きなんですけどね。銀貨で占う、金貨で聞くよ。この土地はあたしらのもんだ。声が聞こえる。正直除去れるんだったらそれでいいかな。やめときますか。待つんだ待つんだ。みんなで助け合うの。星の泉引いてないのかな。何を警戒してんだ。とりあえずね、タム剣を出そうとしてる気がするんだけど、よいしょ。何がかかった。だよな。腹はきっちり減らしてやるぞ。ああ、宴をするあんたが見えるよ。フラッシュフリーズがないからね、この子は怖い。結構怖い。
前一体落とされるかもしれない。助手はどこだい？スライドやるにはちょっと早いよね。好みの味が見つかりそうだ。ご一緒願えるかな、星の子よ。助けが必要なら喜んで。パワーさんがちょっとね。かかった。遅いね。手遅れだ。本当はここで果たし合いとかやりたいんだけどね。意志あるところに食堂は開け。ラッシュリーズここで引くか。新しい足跡だ。なぜこんなことを。乱暴しないで。みんな家族と同じ。いいでしょう。頭数はいるね。さらに回復してくるかな。このイエティを倒したいと思うのかどうか。痛い。ヨタミ、俺も混ぜてくれよ。おお、パブロ、もちろんだと思う。さあこの辺から行こうか。ああまずいね。気をつけろ。好みの味が見つかりそう。展開がめちゃくちゃ遅い。元気そうですね、リン。さあどうかな。今日のおすすめは何？タム、時間がかかるのは知ってるだろ。俺2体出すのありだな。ちょっと苦しい、だいぶ苦しい。
まあこの後オープンアタックができるからそれで決まるかどうかなんだけどね。デフラン何が来るかな。守ってやるよ。しっかりな。意志あるところに食堂は知らず。いやきつ。これはきつ。こっちへ来い。どうしよう。危険な道全部だな。今日のおすすめは何？タム、時間がかかるのは知ってるだろ。データこういう時にハウリングアビスが来てくれるとありがたい。メニューは結構だ。悪くない。よし、悪くない。俺も力になるぜ。悪くない。スタンとかもさせられないと思うし、一発でいける気もするね。あとはスライド引けば。はあ、俺を待ちパーティーを始めたって。いや、あんたを待ってたよ、ジール。ああ、そういうこと。静まりなさい。行くぞ。うん、タム剣落とせそうだな。前を向いて。ビッグラフォーム。まあ、こんなもんでいいかな。返せ。俺の野郎どもを返せ。よし、今なんか耐えられるプランあったのにね。よし、とりあえず苦手とするデッキ、結構展開悪かったんですけど勝てたね。ということであと1回これはね、無理だな。無理だわ。無理。ノクターンか。フラッシュフリーズとか、これはいいんだけど、今はいらんかな。フラッシュフリーズ、あ、これは OK。これは OK。パースしろ。もしかしてゴーハード？いや違うよな。噛まないから。この土地は私らのもんだ。暗闇から這い出すわ。全部奪ってやる。
かかったな。待つのも飽きたな。うん、そんな予感がした。まあでもここで使ってくれるんだったらまあいいかな。まあいいんじゃない。5万、ラウンド4か。これはいいね。エリス様、どこですか。さあお願いします。忠義。部族は互いのフレールドは一つ。何者だ。次ラウンド5だよね。ナイス。トランドル出したいな。この土地はトロー族のもんだ。袋、違うか。よいしょ。姿形。これ一発目か二発目か。なんかで回復した。あー、バイルフィースト。お一枚しかないカードが入ったぞ。肉の盾だな。もう一個あんのかな。これ出した方がいいかな。結構食らうよね。おれおれ、予想のはされ。村は俺が守る。もし割とダメージは回避したんじゃない。9マナあるもんね。何を行くぞ。あった。タリックレオナか。デイブレイクだよね。ラッシュフリーズいるかな。武器を掲げよう。相手はとてもいいスタートを切ったね。見えるぞ。
これどういう風になってくるんだろうな。いや、きついことには変わりないだろうね。慈悲はかけぬ。このバフがずっと続くんだよね。よいしょ、イエティバフってくれ。お前か。信仰が我を守る。まさか。かかったな。さあ行くぞ。罪人にしよう。本望だ。うわっ、うわ最悪。7点アタックはないか。何がかかった。まあ焦らず行こう、焦らず。いいね、トランドル来た。正直なんかでブロックしときたいな。感じでどうでしょう。トロールの王の通りだ。命は輝く宝石だ、なるほどね。これはチャンスだな。これはチャンスだね。はいはい。おいおい。チャンスメン。チャンスメン。雪よ、星よ。レベルアップ。なんだ、寒いのは苦手か。大きな気分がいいな。ラホラックの戦士よ、立ち上がれ。参ります、夜明けの際までも。4マナだよね。施術に出しちゃうがいいな、多分。痛みなど感じる。ドゥン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 ドゥドゥン。光の恵みの。これで、おし、きた。きた、これでダイヤじゃない。きたー、ようやくダイヤ。スクショ、記念のスクショ。いやー、長かったー。ようやくダイヤ行きましたね。はい、ということで、まあ結構やっぱりこのデッキ
なんだろうね、自分が使いやすいとか好きっていうのもあるのかな。なんかね、全然勝てないなっていう段階で、なんかいろんな情報を集めだし、マリガンの仕方的なところもなんか読んで、それでちょっと勉強になりましたね。まあ、このデッキの、なんだろう、カード枚数配分とか、相手のなんだろう、チャンピオンとかエリアというか、こういうどこの地域なのかっていうのも、それによって初手のマリガンをこう意識して変えるようになったんで、そしたらだいぶ勝率が上がりましたね。いやー、よかった。ちょっとね、まあよくあるんですよね。なんかもうあと1回勝てばいいっていうところから、もう連敗に連敗を重ねて4の0までまた一番底まで行くみたいなことも、まあダイヤではよくあったかな。マスター行けずに結局ダイヤの4みたいな。もう今回はね、マスター行きたいな。アウリングアビス1回手札に来たけど1回も使うことなかったな。はい、ということでようやくダイヤ行けたんで、今回はこの辺にしようと思います。マスターの行きやすさがなんかフォーチュンとあれのスカウトデッキ多かったんですけど、割とね、あのスカウトデッキ相手も悪くないんですよ、このデッキ。そこも見せれたらよかったんですけどね。とりあえず安心しました。はい、これで寝れます。ということで、ご視聴ありがとうございました。無事にダイヤ行きました。ぜひ Twitch のフォローお願いします。あとは YouTube のチャンネル登録もお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またね。